キャロライム・イドニー、キャロル・グライバーは、ジョンズ・ホップキンス大学に勤める分子生物学者であり、1984年に、エリザベス・エイチ・ブラックバーンと共同でテロメラーゼを発見した。染色体の先端にあるテロメアの研究を行ったことで知られている。テロメアとテロメラーゼが染色体を保護する基準の発見により、ブラックバーン、ジャック・ W ・ショスタクと、 共同で2009年のノーベル生理学・医学賞が授与された。カリフォルニア州デイビス出身。1983年にカリフォルニア大学サンタバーバラ校を生物学を専攻し、卒業。1987年にカリフォルニア大学バークレー校にて、ブラックバーンの指導の下、分子生物学で博士を取得している。この時期にがんの発生において、 重要な役割を果たすテロメラーデをブラックバーンと共同で発見している。この業績で2009年にブラックバーン、ジャック・ダブリュー・ショスタクと共にノーベル生理学・医学賞が授与された。ポスドック生活の後、コールドスプリングハーバー研究所に勤め、1997年にはジョンズ・ホプキンス大学に採用されている。ありがとうございます。